はい。皆さん、こんにちは。ヒロシのじじニュースチャンネルです。えー、今日はですね、あの、飲食店の倒産件数が過去最多となる可能性という、えっと、ライブドアニュースですね。えー、こういうのが入ってきたので、ちょっとね、へえ、と思ったんでやってみることにしました。飲食店、 倒産がすごい、まあ多いらしいですね。で、あの、外食を控える消費,者が消費者が増加したということですね。まあ多分、まあ消費税が、まあ非常にね、10%になって上がったからっていうことはですね、まあまず間違いない理由の一つかなと思うんです。まずですね、あの、ちょっとこの本文、ライブドアニュースの本文を読んでですね、あの、その後ですね、ちょっと自分なりの考察を述べさせていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。えー、これざっくり言うとってここに書いてありますね。えー、まずざっくり言うと、 近年の飲食店事業者の倒産は11月までに668件発生し前年を上回っている。で節約志向の高まりや消費税増税などにより外食を控える人は増えたようだ。解、は、散、い、このままでは通年で728件前後となり過去最多707件を更新する可能性もあるということですね。えー、っとですねこれちょっと本文の方を読んでいくとですね。 えー、飲食店の倒産過去最多、えー、これ帝国データバンクですね、えー。飲食店が厳しい状況に置かれている節約志向の高まりに加え、今年10月に消費税率の引き上げとそれに伴う軽減税率が導入されたことで、消費者はテイクアウトやデリバリーなどの昼食や内食を選ぶ傾向が強まったと言われる。まあ、まあ、内食っていうのは、要は、テイクアウト、あの、家に持って帰って食べるとか、ね、コンビニでイートインみたいな感じですよね。はい。で、飲食店は他にも、 人手不足、社長の高齢化、後継者問題、キャッシュレス化、改正健康増進法の施行が2020年に控えるなど、今後も懸念が尽きないということですね。で、今回帝国データバンクでは2000年から2019年11月の飲食店事業者の倒産動向について集計分析したということです。で、これの中身をですね、見ていくとですね、 えっと、これ、飲食事業を修行とする事業者、個人個人事業者で、法的整理かつ負債1000万円以上を対象としていると、えー。倒産件数は2019年は過去最多のペースで推移しています。えー、2019年の飲食店事業者の倒産は11月までに668件発生し、すでに前年を上回った、えー。過去最多となっているのは207年707件であるが、2019年はこのままのペースで推移すると、通年の倒産件数は728件。 発見前後となり過去最多を更新する可能性が高い。じゃあどんな店が潰れているんでしょうか。えー、酒場、ビアホールと西洋料理店が過去最多を更新した。えー、業態別に見ると居酒屋やビアホールのほか焼き鳥店、おでん店。 もつ焼き店などをメインとする酒場、ビアホール、えー、レストラン、フランス、イタリア料理店などの西洋料理店が11月時点で過去最多を更新し、業界全体の倒産件数を底上げしている。えー、中華、東洋料理店や喫茶店は過去最多に迫る勢いであるということですね。まあ、どんどん潰れてるんですね、要はね。 はい。で、11月までの件数で見ると、酒場ビアホール、西洋料理店、ラーメン店、カレー店、焼肉店、餃子店などを含む、中華東洋料理店の産業体で全体の52.2%を占めている。まあ、ほぼ半分がですね、まあこういう、なんていうのかな、ビアホール、酒場まあビアホールはいかない酒場、西洋料理店、ラーメン。すごいねへ酒場ビアホールは2009年以降、11年連続で最も倒産ケース、 倒産件数の多い業態となっている他西洋料理店は2017年、2018年、2019年と3年連続増加しここ数年で件数が2倍近く急増しているどんめちゃくちゃく潰れてるんじゃんすごいなはいで。一方で天ぷら店、うなぎ店、とんかつ店、沖縄料理店などの日本料理店は 多業種に比べ件数は少なく、えー、寿司店やそばうどん店、料亭も同様の結果となった。へ和食はその他の業態に比べ新規参入が少なく、えー、消費者の思考やトレンドに左右されにくいことなどが要因とみられる。ああ、なるほどね、うん。確かに、あのー、俺も法事とかでね、結構天ぷらや、 ね、お寿司とかね、そういうところを使うけども、みんな職人さんがやってるもんね、いいお店って。やっぱ、修行した人は強いね。お蕎麦とかさ、うどんとかさ、なんか修行してちゃんと本当に、本当に美味しいお店は結構残っていくるのかもね。うん。はい。不、えー、負債総額5000万円未満が8割、8割超え。えー、50億円以上は2013年以降ゼロ。不、えー、負債額別に見ると、2019年は、 5000万円未満の小規模倒産が構成、えー、費84.4%。えー、5000万円を超える倒産は同15.6%となった。えー、5000万円未満の倒産は2015年から5年連続で8割超えの構成費となっていると。まあやっぱり資本力が少ないところはどんどん潰れていくんだね。えー、飲食業界はブームやトレンドの移り変わりが,りわりが激しく、えー、成長を仲間にして事業継続が困難となる事業者が多いことが要因とみられる、えー。実際今年1月から11月に 発生した全国の倒産を業、えー、歴業歴別に見ると、五年未満が十二点三パーセントであるのに対し、飲食店は二十点四パーセント。また全国の二十年以上が四十八点八パーセントあるのに対し、飲食店は三十二点八パーセントとなっている。なるほどね、うん。やっぱり飲食店は厳しいね。なんか五年以内に潰れるところは本当多いって言うからね。 はい。えー、不災学5億円以上の倒産は11件発生、えー、そのうち10億円以上の倒産は2件となった。えー、負不額学最大となっているのはカルビア大福のフランチャイズ事業を展開し、 今年4月に破産した静かコーポレーション。なお、負債50億円以上の倒産は2013年以降は発生していないということですね。いや、やっぱり資本力がないところが潰れていくということですね。えー、節約志向が高まる中、外食を控える消費者が増加。今後も屋内減則禁煙化などで、えー、飲食店は厳しい状況が続く。そうだよね。だってお店の中みんな禁煙でタバコも吸えないじゃん。タバコ吸えなかったらもう飲まないわっていう人も多いもんね。 はい、えー。2019年の飲食店の倒産件数は11月時点で668件発生、過去最多とのペースで推移している。えー、消費者の節約志向は高まる一方で、えー、外食を控えて内、中食や内食を選ぶ消費者が増加している。えー、そのような中、今年10月には消費税率が10%に引き上げられ、えー、それに伴い導入された軽減税率により、テイクアウトやデリバリーなどは消費税率が8%に据え置かれたのに対し、 飲食店の店内で食事をすると消費税率が10%となったことも客離れの要因となった、えー。帝国データバンクが発表している景気動向調査によると、えー、10月の飲食店の景気 DI は、えー、前月比6.3%減の37.3となり、その影響が伺えるということですね。えー、すいません、なんかさっき俺、あの、イ,イートインでなんか、えー、なんか安くなるしとか言っちゃったけど、間違いですね。持って帰った方がいいんですよね。<laughs> すいません、すいません。はい。 えっと、えー、また人手不足が原因となり、倒産するケースが増えつつあり、えー、これからさらに増加する可能性もある。えー、実際、帝国データバンクは2019年11月に発表した人手不足に対する企業の動向調査では、飲食店では非正,、えー、非正社員について78.3%の事業者が人手不足を感じていると回答している。えー、12月に入っても東京競馬場や中山競馬場でレストランメトロを運営していた、えー、太平洋工業や ハンバーガーステーキ店、えー、これは何だろう、ポンド屋ポンド屋などを運営していたデリシャスリンクスなどが破産手続き開始決定を受けた。えー、消費税率の引き上げにより、えー、景況感が悪化している飲食店においては、年末に向けてさらに倒産件数が増加することも考えられる。えー、また2020年から施行される予定の改正健康増進法により、飲食店などの屋内では原則禁煙となるなど、 今後も飲食店は厳しい状況が続くと予想される帝国データバンクということでした。結構長かったですね。まあ、とにかく簡単に言うとですね、やっぱりもう、あの、飲食店、これからバン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 潰れてくっていうことですよね。あの、なんかもう税金も高くなっちゃったし、禁煙で、ね、なんかもう店でワイワイできないし、給料も低くなってるし、まあ正直、あの、あんまり外で食べるっていうのが本当に贅沢な時代になってきたっていうことですね。うん。 まあ、まあ正直、それを狙ってるような気もします。うん、あの、消費税分けたり、まあ小さい店にね、やっぱりこう意地悪してどんどん潰していこう。もう小さいとかどんどん潰していこう。まあそれは飲食店に限らず小さい会社とか、そういうまあ、零細中小、そういうところをどんどん潰して、力のあるところだけちょっと生き延びていくみたいな感じで、まあ自民党のこれは政策の一部って言っちゃ一部だと僕は思うんですよね。 うん、まああの、今回やっぱり増税で一番避けられるのは、やっぱ外食なんでね、もうまず外食やめようってなるじゃないですか、うん。で、しかもね、軽減税率対象外で規模の小さいお店ほど負担が増してくるんで、まあ本当にね、まあ令和は厳しい時代ですよ。本当に令和万歳って感じですね。あ、皮肉ですよ。うん。まあ、だってね、 高くなっちゃうんだったらみんなテイクアウトするじゃないですか。お店の中で食べませんよね。うん。テイクアウトのものばっかり買うようになって <laughs>。なんかあのね、あの、さっきごめん、一番最初ごめんなさい。イートインって言っちゃったけどね、イートインでみんな食べますよねとか言っちゃったけど、ごめんなさい。反対でしたね。失礼しました。うん。まあ、あの、しかも人手不足でね、人手不足でのお父さんもそうだしさ、なんかなーってちょっと思っちゃうよ。うん。で、結構高齢者の方もね、 もうこういうね、増税とか精神力で乗り越えようとかいう人も、おじいちゃんもいるんだけど、精神力では無理なんで、うん、あの、竹槍でね、戦ってた時代と変わんないですよ、そういう言い方は。うん、だってもう一番行動力のある若者が、今一番金を使えない状況にあるじゃないですか。ね。もう僕は若者じゃないと思いますけど、みんな本当にお金ないですよ。 うん。しかもね、低賃金でね、働いてくれる若者もいないです、今は。うん。だから、若者の活力ない国っていうのはね、本当にもう衰退する一方なんですよ。だから、もう日本はね、今もう本当に後進国。うん。これから、あの、発展途上国だっていうことを認めるべきですね。 あの、まあ、あしかも発展しない。これからどんどん落ちていく国なんですよ。日本ってこのままだと。もうあらゆるデータがそう言ってるんで、あの、もう本当に今中国とかの方が勢いがあってね、もうとっくに、もう、もう抜かされてると思うんです。ね。あの、抜かされるのも時間の問題って言ってる人いますけど、もういろんな面では抜かされてしまってるので、本当にちょっとすごい歯が良い気持ちはしますよね。うん まあ、高齢化も大きいし、ね。で、僕も前の放送でも言ったんですけど、やっぱ、大戸屋とか、いきなりステーキとか、もう飲食店の経営難の話が急に増えたような気がしますよ。うん、まあ、本当に消費増税って悪なんですよ。消費増税すごい効いてるんですよ。もう、本当に、あの、消費増税、 が、今回の飲食店最大に潰れる理由のもう一つだと僕は思います。本当に僕はその消費税はやばい。あの、本当にね、僕は消費税ね、正直ね、あの、なくした方がいいと思います。うん。こうするとね、叩かれるんだ。コメントとかで荒れるんですけど、消費税はね、じゃ消費増税、だって、みんな消費しなくなってんじゃん。結局、消費増税したから。もう、何を買うのよ、そう。車も買ったらね。だって、車500万の買ったら50万円税金で取られるんですよ。 やばくないですか ?1000 万、例えばお家をね2000万で買ったら、200万円税金で取られるんですよ。200万稼ぐのってどんだけ大変かわかりますか、うん、だからそれは皆さん家も買わなくなりますよね、若い人たちも。車も買いませんよ。車300万つったら30万円税金がかかる。30万円つったら1ヶ月の給料じゃないですか。ね。 いや、俺は60万もらってるよとか、そういう意見はちょっと置いといて。ね。もう、僕なんか10何万円しかもらってないんですから。ね。だから、そういう今時代なんですよ。<laughs> お前がそんなところで働いてんのが悪いだろうとか、最近言われるんですけど、もう仕方ないんですよ。そこしか働く場所ないんだもん。 これ言うとね、また叩かれるんですよ。いや、もっとあるはずだ。探し方が悪いとか言われるんですけどね。なかなか条件にあった場所がないんですよね。うん本当に設置がい世の中ですよ。ね。あ、まあ、お前が悪い。お前の努力が足りないって言わらそれまでなんですけど。うん。あのね。あんまり努力しなくてもいいとこで働けるような世の中になってほしいです。<laughs> 甘えてんじゃねえってお前なんかふざけんなってちょっとなんか言われてるような気がしますけど。まあ、あの、とにかくですね。あのー、まあ、今回。 この帝国データバンクのデータっていうのはもう本当に信用があるものだと僕は思ってるんですけどね。まあ信用なかったらごめんなさい。まあ現に、あの、飲食店の倒産は過去最多えって、これもうタイトル通り、飲食店の倒産過去最多えってなってる通りですね。もうめちゃくちゃ潰れてるんですよ。 ま、その原因を考えたらですね、おのずとわかるとは思いますけどね。はい。ちょっとね、今回暗い話になっちゃいましたね。はい。まあ、ということでね、あのー、皆さん、あのー、もしお金に余裕があったら飲食店行ってあげたらいかがですかまあ、私はあんまり行きませんけどね。はい。あのー、なんだろう、スシローとかさ、なんだろう、この前行ったら3時間待ちって言われたんだよね。最近、あのー、ネットとかで予約してから行かないと、あれもう行けないんだよね。やっぱみんな安いとこ行きたいんだよ。 うん。ねえ、俺、スシロー好きなんだけどね、お寿司食べたいよね。うん。だから全く関係ないこと言っちゃった。はい、ごめんなさい。いすいません。ちょっとダラダラしてしまいました。はい。じゃあ、あの、ちょっとですね、えー、長くなってしまったんですけど、今日はこのぐらいにさせていただきます。ありがとうございました。あの、もしですね、チャンネル登録とかしていただけると大変励みになりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。えっ、ー、と、この件についてコメントとかあったらですね、えー、何でもいいので書き込んでみてください。では、それでは、えー、ありがとうございました。 え失礼いたします。